今ちょきちょちょっと切ってくるね、またまた切ってくる切ってくるあ、ごめんごめん切ってくる。いいよ。じゃあね。瓶買ってくれる。あ、瓶？俺、瓶買ってる。はい。何だっけ？おじいちゃんのために。これ一分出す？はい。かゆい。日本でいいんじゃない？うん。いただきます。いただきます。食べよう食べよう。はい、はい、どうぞ。はい。あ、ポンちゃん見てる。よし、オッケー、ありがとう。やべ。ありがとうございます。いつも、ありがとうございます。はい、どうも、ごちそうになります。はい、ごちそうになります。私も料理手抜きできて嬉しいわ。うん。やっぱ瓶ビール違うな。ないの、おーちゃん。もっとちっちゃい半分にするか。はい、ちょっとだけ醤油。ちょっとだけ、ね、ちょっと別のものかなって感じ、ね。待って待って待って。ちょんちょんちょん、はい。手で食べる？うん？手で食べる？あれ、こっちで食べる？はい。それはいいよ、手で食べてもいいよ、ちゃん。うん。お寿司だから、ね、噛み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 、よく噛み噛みしてね、うん、美味しいでしょ、醤油ついたら美味しい、喉詰まりそうになったらほらお茶飲みなさい、お茶、おお、ボンボン食うぞこれ。ゆっくりゆっくりダメ、ゆっくりゆっくり、ゆっくり、ね、落ち着いて、そんな慌てなくてもいいんだから、納豆でないのが入ったでしょ、かんぴょうって言うんだよ、かんぴょう。すごいね、やつ全部食べちゃう、おー、うん、ちゃんとあれ一つ残してんだよ、これはあと最後の食べようと思って。そうなの、な、うん、ちょっとお話しするな、最後そうなのだと思うよ、俺。そっか、うん、まだあるんだよ、ちゃんとね、ね、最後残してんだよ、これ一つ。なんか大事に、ね、あと最後食べようと思って。何だいね、偉い、お茶まだあるんだよ、こう、ほら、こうやってやんながらちょっとこれがないと思ってるから。まだあるよ、まだあるんだって、うん、まだ、あ、美味しいの、美味しい、もう最後だと思った、まだあんだよ、これまだここにいっぱいある、はっ、 あ、そうだったの、今広くちょっと切ってくるね、またまた、あ、切ってくる切ってくる、ああ、切ってくる切ってくる、大丈夫だって、はいはいはい、今切ってくる、びっくりした、赤、これ赤い、これリンゴ、赤色、うん、嘘だね、なんだこれ、赤でしょ、ほら、またこんなに、うわうわ、大丈夫か、おい、まあ、大丈夫、残すし、お腹いっぱいなの、うん、危ない、それともここに乗っけててもいいし、少し、うん、もう見したらまたあれ、またそうだよね、ごめんごめん、はい、こんなにたくさんと思ったのにね、ごめん、そうだよ、なんでやじゃ食べようと思ったら残したんだな、怒るよね、そりゃそうだ、
はいはいはい。いや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 。まいったな。はい、ところで。ん？ハッピーファザーズデイ。はい、すいません。いつもお迎えありがとうございます。ありがとうございます。私が仕事の時に。いやいやいや、うん、ありがとうございます。なんですよ。お？お？二日？うん。ひょっとしたら。25か普段。25な。いや、これ先がね、結構長いからね、そんなに違和感は吐きやすいな。吐きやすいしね。あ、ただ、あ、本当だ、クッションがすごいな。あ、うん、あれだな。大きい。大きい。ちょっとね、こうがな。こう、ちょっとこうなるな、これ。あこう、そこ、え先っぽ先っぽ、結構これ、これ、これや。そうなの。だから履きやすいな。ちょっとだけど、やっぱ25度の方が、あれだな。きっと、うん。変えてもらうんだったら25の、これ。結構スッと。とりあえず、継ぎはぎやってんのこれ。それより。これはな、継ぎはぎだけど。いや、継ぎはぎっていうか。うん、これは5にするの、25の方がいいな。自分で取り替えてきたの。うん。いや、いや別に、レシート。レシートとそのままいやいや、俺明日行ってくるわ、また悪いなこれ25だったのか25なんだいいよおー、全部食べた納豆の方食べたいって感じ、うん、あこれあるし、これ知ってるかんぴょうだったかんぴょうだかんぴょうみたいなのがあるはいかんぴょうだな大丈夫か嘘ついたねみたいなかんぴょうあげたかんぴょうなのかんぴょうかんぴょう嫌だよね、うん、納豆がいいんでしょ、うん、あ納豆がいいんでしょおあーでも切ってほしいこれ切っちゃうチョキ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 切ってほしい切ってほしいんでしょ大丈夫かこんなに食べてめっちゃ食べてるこれで終わりだすごいよ食べるショックだ。うまい。はい。なんで私に？いや、この前母の日はピザとなんか刺身しから。私も靴？思ってなかった。うん。これは本当に足治ってないんだ。え？足治ったの？治ってないよ。これもウォーキングシューズ？それはいいと思う。それはすごい散財させたね。私23歳って分かったの？いいわ。ぴったりだよ。シンデレラ。分かったんだ、うん、あ、ちょうどここ、なんか見てるぞクッションあるからいいのかもしれないいや、いいの土踏まずのところが高くなってるんうんいやよかったよどうもありがとういえいえ、いつも朝の食事か、朝の食事とか、うん、おーちゃんも食事ありがとうございますすごいそこが熱いな。うん。もうダメよ。お、食べた？え、もう食べたの？うん。すごい食べたね、おちゃんだ。大丈夫？もうごちそうさま。ごちそうさんだ。もうごちそうさんしようね。もう本人のあれなんだ。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでしたね。あ、お茶、お茶いいよ。はい。じゃあ。うん。うん。お。寿司食べたからお茶
から、うん、ちょっとずつなんだ、うん、合うねって、うん、それはいいね。おいしい。実はもう一つプレゼントがありまして、このペンギンのやつ、これ1歳から3歳のリュックなんだ。でここになんか紐がついてて、でこれショウトここに腕通して、うん、でこう抑止するっていうか、危ないように歩かないようにするやつなんだ、うん、でなんか賛否両論一応あるみたいなんだけど、うん、まあちょっとおじいちゃんはまあお年を召しているので、まあ、それはしょうがないと思って、うん、みんなも多分そんなことは思わないと思うし、うん、なんかペットの紐みたいだね、うん、なんかそんな、うん、感じになんか思われるかもしれないけど、でも飛び出すから安心かも、うん、本当に、うん、飛び出すんだ、うん、そうだ、時々あるでしょ、飛び出すこと、うん、それで交通事故に遭う、会う子供いるもん、うん、だから一応それはありがたいんじゃない、本当だ、まあ誰もね、おじいちゃんだからね、もうそんな紐つけてても別にもう何も言われない、あ、おーちゃん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 、ちょっとちょっちょおいで、ほれほれほれ、切れるじゃん、これしょやる、よいしょ、これで、うん、ここにしょって、はい、はい、ここに腕通してこれ、うん、ほら、おお、うん、そしたらこれダッシュしてね、このいいね、うん、ポカンとしてポカンとして、おちょ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 こっちこっちこっち、じゃあ向こう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 、はい、うん、そうそうそう、おいで、お、そそと立ち止まっててみて、うん、そうそうそう、おっと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 、そこまで行く、そう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 、お、あ、じゃあなんで動いてんの、うん、ちょっと力入れた方がいいんじゃ、どうも、こんにちは、で、一回もう歩きましたよ、これ。はい、うん、ジボンも取れます、うん、